はいどうも皆さんこんにちは、ナフタレンです。今回はね、ネザーで、主にネザー、ネザーじゃなくても通常世界でも使えるんですが、タイトルにもあるように、水、いや、水じゃない、火をね、燃えてしまった、自分が燃えてしまった時に即座に消せる方法をね、ちょっとご紹介したいなと思います。で えー、この方法なんですが、まあ、実用性はちょっとね、えーまあまあ、その使い勝手はそんなによくないかもしれないんですが、まあ、一応ね、えーまあ、ネザーとかで探索してて、えー、ブレイズとかに、えーまあ、攻撃されて、えー、体に炎がついてね、えー、燃えて死んでしまうということがよくあ,あるかなと思いますで日、ねまあね、をね、えー、ネザーで す,すぐ消そうと思ってもなかなか消えなかったりまあ、水バケツをね使ってまあ、水源を出すことができないので、えー、まあ、消す方法があまりないということなんですがまあねもしかしたら唯一かもしれないですがまあ、すぐ、えー、消せる方法が一つありますでまあ自分がね今やってるバージョン、えー、左下にも書いてるように、1. 0なんなんでそれ以降のバージョンではどうなってるかわかんないけどまあちょっとあれやんな時代遅れのえー まあ、動画といいますか、まあ自分が基本1.7.10をね、やってることもあって、まあちょっとね、バージョンは低いんですが、使うものは、ね、えっとね、まず、金床じゃない、あかん、全然今日あかん、え、大釜ですね、大釜と水バケツをね、使いますと、え、で、大釜は、まあポーションとかをね、作るところの隣とかにねよく置いてたりするんですが、え、これ、 を使うことによって本来ね、えー、水バケツをね、使って水を出そうとしてもね、こうシュシュシュと、えー、蒸発してしまうんですが、大釜の場合だとね、水をね、えー、張ることができるので、えー、まあ、セーフハウスみたいなとか、まあ、ネザー要塞のところどころにね、えー、まあ、大釜ちょっと、まあ、レシピ的にはね、結構鉄が7個か8個必要なんで、ちょっとだけコストは高いんですが、まあ、て、ね、まあ、点々と。 置いておけば、まあ、いざという時に役に立つんじゃないかなと思います。じゃあ、一回ね、ちょっと実際にやってみましょう。今、サバイバルモードになりました。で、ああ燃えてしまったっていう時に、この中にね、入ります。するとえ、火が消えます。ちょっとね、大釜自体がね、入りにくいっていうところもあるんですが、まあ、これを使えばねえ、火をね、すぐさまえ消すことができます。で、今ちょっとね、 分かった人もおるかもしれんけどえ、火を消すごとにね、えー、こうね、水が、えー、ちょっとなくなってしまうので、まあ、定期的にね、水を入れてあげる必要性はあるんですが、まあ、一応ネザーでこれを使えば、えー、すぐにね、火を消すことができるので、えーまあ、燃えて、燃えつけて死んでしまうっていうことがね、まあ、ちょっとは少なくなるんじゃないかなと思います。まあ、えー、なんていうかな、ネザーゲートの、まあ、こまあ、本来、過去、 まあ、豆腐をね過去で作ると思うんですがまあ損なとかにも1個ね、えー、置いといたりしたら、まあ、いざという時、えー、役に立つかもしれないという、えー、話でした、えー、まああんまりね、まあ、自分もね結構最近まで知らなかったんでまあもし知らない人がおったら、えーまあ、ちょっとでも参考になったらなと思いました、えー、ということで、えーまあ、今回はねネザーとか、まあ、地上でも、えー、水を即座に、えー、消す方法を みちミス、あかんわ今日。火、えー、をね、えー、体についてしまった火を、えーまあ、消す方法でした。ご視聴ありがとうございました。